川でございます。よろしくお願いします。あの、私がこの論語研究会というものを知ったのは、ある日、自分の論語というものについてちょっと、調べ物をしようとして論語っていうのを出しましたら、わっと出てきまして、で論語研究会というものを知って、参加させていただきました。でそれが今年の6月ですね。ですからまだ私は新参者でして、この論語研究会にはまだまだあのひよこでございますし、それからただですね、私はそうなんですけども、私のこの本はあの田村先生に紹介していただいて、ずっとこの研究会ができてから、まあ、今先生のご紹介がございましたように、最初の所属の本として使わせていただくと、大変ありがたいことだなというふうにして思っております。で今まで私もここに参加させてもらって話を聞いたんですが、まあ、もちろんいろんなお話がありまして、ただ論語そのものについてのお話はまあ、昔は知りません。今年私が6月に来てからはなかったんですね。で、まあ、たまには論語研究会ですから論語の話をしてもいいんじゃないかということで、田村先生と ご相談しまして、まあ、今日は私が出てきたんですけども、ただその前にちょっと一つだけ訂正いたします。今日のレジュメのですね、後ろの方 の論語の講演で使う論語の言葉というところの一番最初のところですね、1-1 の、 この有名な我自由用語にして学院を志すというところの2行目の一番下、のりを越えずの越え、なぜかこんな扱うという字がなぜ出てきたのか私もよく分かんないんですけども、まあ、これだけ私の頭はボケてんだということの証拠だろうと思いますが、この字とこう書き換えておいてください。でそういうわけでこれから論語の話をするんですが、これもお断りしておかなきゃいけないんですけども、私は決して論語の研究者ではございません。言うなれば論語読みの論語知らずという言葉がありますけども、まさに私は論語読みの論語知らずで、中身について後で、こういうことはどうだと聞かれても私は答えられないだろうというふうにして思います。ただじゃあお前なんでこんなものを書いたんだということになるんでしょうが、これは今もうご紹介ありましたように優しく論語を読んでもらいたいということで、この本を、まあ、大学の教授としたら何か本を書けと学長に言われたので、大学の教授になってから書かせてもらいました。私はそれまではずっと高等学校の教員、あるいは管理職だったんですけども、まあ、大学の教授というのを教職課程というんですか、先生の卵を作るのを約6年やりましたので、その間に書いたものなんです。で私は二松学舎大学、文学部国文科の卒業です。中文科の卒業ではございましたので、ですからこれから話をする内容もですね、多分中文科の卒業先生やあるいは論語の研究者はそんな話はしないだろうというふうに思いますけども、私は外側から見たという話で、これからお話をするわけで、まあ、中には講釈し見てきたような嘘をつきというようなそんな内容もあるかもしれませんし、それから、まあ、想像ですね、これはもう頭の中で考えること、から私が作り上げたんじゃないかというようなものを入り混じって、いろいろと皆さんに論語とか孔子の一生とかいうものについて話をさせていただこうと思います。でまあ、ここまでも私はじめ喋ってきたんですが、
やっぱり早口ですね。こればかりは今日も出かけに女房にですね、早口になるなよと言われたし、卒業生にも早口にならないで先生話してねっていうことを言われましたけども、まあ、これは癖ですから仕方がないというふうにして、思いますが、まあ、とにかく私が論語の本を書いたということで、びっくりしたのは卒業生なんですね。私のゼミの連中が、私がこの論語の本を書くよというふうに言ったらば、何と言ったかというと、ゼミのですね、部屋の白板にこうやって書いたんです。緑川先生が論語って言うんですね。論語って、いやそうだよ論語だよって言ったらば、次の日このちっちゃい図がなくなったんですね。ちっちゃい図がなくなってて、上の方にこうカッコした。こういう状況ですね。エロムじゃないかと、まあまさか孔子様の話をするのにエロ話はできませんけども、まあ今日は、まあ、そう言われたからには、からにはったって皆さんが言ったんですね、うちの学生がそんなことを言ったからには、まあ、そんな興味のある話も少ししていこうかなというふうにして、考えております。何度も言ってるように、これは、まあ、田村先生大変優しいということで、ご紹介していただきましたが、優しく書いたんですね。これは高校生の教科書として書いたんです。で、今高等学校では漢文の時間がないっていうのをご存知でしょうか。漢文の時間っていうのはなくなってしまった。昔は漢文の先生がおりましたけども、今はないんですね。で、国語総合なんて中にほんの数ページ、それから古典の時間が2年3年でありますけども、それもあまりやらない、やらないんじゃないんです。高等学校に今新任で行っている先生ができないんです。漢文を教えられない、そういう先生が多い。私教職課程をやっていたんですが、その時に学校の先生になりたいっていうんで私のところに来た学生もですね、中文科の学生でありながら教育実習何を載せた、現代文って言うんです。現代文しか、あなたは中文科だから漢文やめなさいって言ったら、漢文教えられませんですね。そういう先生がたくさんいるという大変嘆かわしいことで、まあこの話をすりますとまた長くなってしまいますから、これはこれでまた後でもし時間をいただければ話をしようかなと思いますが、とにかくそういうことでこの本を作りましたらば採用していただいたということで、大変ありがたいことかなというふうに考えております。で、今日の題名はこの孔子の一生と論語ということですけども、まあ、孔子の一生を話すとですね、孔子様70歳来てましたんで、とても1時間ぐらいでは終わりませんから、まあそこの何て言いますか、興味深いところだけを話をしようと思いますけども、まあ、その前にまずは孔子の一生と論語の方の論語ですねの話を、まあ、もちろん皆さんご存じと思いますけども、ちょっとだけ触れてみようかと思います。論語というこの本は誰が書いたのか、まさか孔子が書いたなんて思ってる人はいらっしゃらないだろうと思いますね。これはもう孔子が死んでからあと、まあ、孔子の弟子のまたその弟子ぐらいでしょうかね、あるいはまたその次の弟子かもしれません。ですから論語の本の中には、例えば弟子の子路がこうやって言ったとか、顔回がこうやって言ったとか、荘子がこうやって言ったとかいうことも入っているわけです。これはだから論語というのは、孔子様の言った言葉を中心にして、その弟子たちの問答とか、あるいはまあ、偉い人のと孔子が話をしたという、そういうことを
まとめたものですね。で、あのこの論語も今あの読んでいただきましたが、今教科書なども一番最初は、子曰くというふうになってますね。子曰くない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 と、我重要文にして学にこだし云々というふうにして、なっていますけども、あの どの辺でしょうかね、明治時代ぐらいまでしょうかね、孔子の言った言葉は子曰くとは言いません。子のたまわくと言ったんですね。子のたまわく。で、弟子やそれから主君などが言ってたの